どうも、クビチャンネルです。今日は車中飯で嫁と焼肉したいと思います。うわ、いい感じ、車内で焼肉って夢ですよね。焼肉は匂いがつきやすいので車内ではなかなかできません。煙と油の飛び散り、この2つが厄介です。今日まで家でいろいろ試しました。そしてですね、あるものを使えば油の飛び散りを防ぐことに成功しました。ようやく実践する時が来ました。もうワクワクします。それでは確かめていきたいと思います。はい、それでは焼肉していきたいと思います。今回はこの深型のフライパンですね、こちらで焼いていきたいと思います。で、今回ガス使いますんで、換気して万が一の時用に火消スプレー、こちらもすぐ使えるようにしておきます。そして煙と油対策なんですけど、まず煙なんですけど、このくっつかないアルミホイル、こちらをこちらフライパンの上に置きます。焼肉のターンごとにもう変えていく感じにします。そうすることにより煙を発生しにくくしたいと思います。そして秘密兵器はこちらです。これニトリで買った油跳ね防止のやつなんですけど、300円ぐらいで売ってました。これ家でも試したんですけど、フライパンとか油物の上にこうやって置くと油は飛び散らずに水蒸気だけ飛んでいきます。なので水分を飛びますんで、ベトベトにならずに綺麗に焼き上がると思います。これをちょっと一回今日は試したいと思います。一応新聞紙持ってきたんで置いて、最後に油飛んだかだけちょっと確かめたいと思います。お米は先日買ったこの炊飯器で今蒸らしてます。はい、そして入れていきたいと思います。で、今回は塩タンとバラ肉、ウインナー持ってきました。で、まず塩タンから入れていきます。そして塩タンの味付けはこちらのホリンシ、これかけたいと思います。はい、じゃあこちら蓋して焼いていきます。いただきます。いただきます。うん。おいしい。うまっ。これうまっ。これにしええな。合う。これ、めっちゃうまい。そう。塩タンとの相性めっちゃいいな。うん、全然煙も出へんしな。今んとこな。うまっ。塩タン。感じたいかな、そんな煙でも楽しい。見て、照明消えた。あれ、やばい、これ部屋みたいになってるやろ。なんかどんどん変わっていくね。うん、伸びしろあるわ。うん、じゃあ次、バラ肉いきます。ご飯できたから、うわー、いい感じ、いい感じだ。おや、おー、すげー、いいですか、これ。うん、うめっ。うん、キャンプで炊いたご飯っぽい、うまい。
さあメインのバラ肉できました。外のような、中のような、うん、キャンプのような面白いな、うん、こんなんやってるやつおらんでこれってるまさか結婚してこんな車内でキングすると思えなかったよすごい変なおっさんに捕まったやかましいあ、全然飛んでない、もしかして、うん、全くないな、うん、飛んでない。全然飛んでない、すごいな、うん、ニトリだ、これすごいな、油跳ね。こっちは見せて、こっちがもう全然飛んでないね、大成功じゃん。全然油跳ねは知ってないな。これすごいな、うん、こっちにやっぱなんかついてるけど、いいじゃん、うん、どう、匂いって全くわからないよな。まあ、してるやろうな、うん、してると思ううん、ちょっと、うん、でこの辺のさ、お皿とかも一回片して、俺たちも鼻が慣れてしまってるから一回ちょっと買い物かなんか、1時間後にまた持ってこようか、うん、車内でチェックしようか、うん、よし、うん、お、せーへんちゃうかな、考えてみて、よいしょ、全然分からん、分からんな、分かれへんな、匂いせえへんな、ほんのりなんかするかもっていうぐらいのなんか微妙な、うん、分かれへんな、ないな、はい、今匂いがほとんどしないんですけど、一応また明日のまた1時間とかなんで、もう一回火またいでから明日車入ってみてどうだったかっていうのもちょっと確認したいと思います。はい、昨日から1日経ちました。全く匂いしません、大成功です。これで車内に匂い残らず焼肉できます。車中飯革命ですね。消臭スプレーから焼き方、何回も家で試した甲斐がありました。で、今回の焼肉ポイントなんですけど、通常の焼肉の焼き方ではなくて、まず一つが煙が発生しないようにタレ付きや油の多い肉は避けて、タンやロース、バラやハラミくらいまでだったら大丈夫だと思います。火加減は弱火か中火で、肉のターンごとにくっつかないアルミホイル敷いてターンごとに変えます。結構タレとか油が残ってますと、それが煙に変わりますんで、もう毎回変えていく感じにします。100均とかで売ってる安いやつで大丈夫です。そして3つ目、今回こちらは肝になります。ニトリの油防止ネット、こちらを使います。蓋をして開けた時に油が飛び散ると意味がないので、ひっくり返す時や完成して開ける時は火を止めて、しばらく経って火が落ち着いてから開
けてください。そうすることによって開けている時も油が跳ねませんので、今回はやっていないんですけど、焼肉する前に消臭スプレー、こちらを振っておくと結構匂いがつかない防止にもなるみたいです。二重でやればだいぶ強力になると思います。車中飯で焼肉ぜひやってみてください。これ車中飯じゃなくても家とかでも焼肉して匂いを絶対に残したくない人はありなんじゃないでしょうか。またこれからいろいろ試していきたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。